じゃじゃん、おはようございます。本日のっていうか、なんか最近横須賀帰ってから大体やってる朝食は、納豆チーズ目玉焼きトースト。最近の悩みは目玉焼きをもうちょっと綺麗に焼けるようになりたいっていうことと、で、懐かしのバックスペースマグカップでネスカフェゴールドブレンドのデカフ見つけました。そして意識高めのメカブで、最後にですね、昨日ルカオさんに送っていただいたこの今日から金のねぶた、シャイニーアップルジュース、これが加わりました。これ昨日すでに1本飲んでしまいましたが、めちゃ美味しいです。ということで今日の朝食いただきます。さあ、ということで朝食終わりまして、お楽しみタイム、金のねぶた、これをいただこうと思います。あ、じゃじゃんと、めっちゃ簡単にバリアングルが開けられます。じゃあ、金のねぶたリンゴジュース、ルカオさんいただきます。うん、めちゃうまいです。なんかこう甘すぎずさっぱりだけどフレッシュ、うまい。あ、っていうかこのバリアングルのフリップを簡単にするためにパーマセルテープを使ったっていう、その解説しますって言って動画撮ってたんですけど、この間編集で使い忘れたんで、せっかくの機会なんでちょっとここで挟ませていただきます。じゃあちょっとパーマセルテープを、使って、FX30 の、まあ、何のカメラでもいいんですけど、バリアングルモニターを簡単に開閉できる方法をどうぞ。あとはこれですね、さっき言ってたやつなんですけど、こんな感じでパーマセルテープを、このバリアングルの裏面に貼って、でちょっと上に折り返しの部分を作って、こんな感じでやると、まあ正直 FX3 とか、まあ、最近のバリアングルのソニーの機種はここに溝ができたんで、ここに手を入れてパッとこの開けやすいんですけど、ここにつまみができてるともうさらにピロってこれでもういけるんで、まあこれケーシーがもともと発案したアイディアですけど、ケーシーはもうここ口で掴んでビュッてバリアングルフリップするとかに使いたいみたいなこと言ってましたけど、本当にこれがあるだけで全然バリアングルこう取り出しやすくなるんで、ようやくこれが、この改造が FX3 にも FX30 でもようやくこの改造がすることができましたという感じですね。はい、これで FX30 ともう内蔵のこのマイクと、あとダヴィンチのノイズアイソレーションとノーマライズ、もう全てが完璧になりすぎて、これだけでめちゃくちゃ撮れますよね。素晴らしすぎます。さあ、昨日はちょっと祭日で病院お休みでしたが、また今日から。え、昨日やってたの？え、キューブ？え、YouTube？ うん、だからここ病院のやつが出てるんだね。うん、やばいぞ、あんまり逃げてなかってくるぞ。青木さんどうしたの？心配される。だんだん YouTube やってることが把握されてしまいました。把握されちゃったよ、出会ってんの、はい、お母さん病院毎日行ってんの。息子さんって言うの、もうあんたってやばいね。やばいよ、全国ネットで行ってんだ。全国どころか世界ネットで行ってます。世界ネット行ってんの、はい、じゃあちょっと病院行ってきます。見てんだよ。友達が見てるんだ。それあれもかかってきた、かつ青山エリジストン、そんな横須賀の人に見られてるの。見られてんだよ。やばくないっていいけど、そんな大事なこと言ってねえんだね。大事なこと言ってない、大事なことってないけど別に。やばいよ。やばいですね、心配しないでください。はい、大丈夫です。俺も後ろ姿見たよって言った。頭上げてんじゃん。やばいじゃん。イエスだよ。それやばいね。それ完全に見られてるね。うん、だから頭上げてんじゃん。もう失礼な。いや、だ友達だから平気で言って。ああ。だみんな暇なんだよ。めっちゃ電話。でもその
後ろ姿見られてるぐらいだから本当に最近のやつ見られてるんだね。どう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 完全に見てもらってる感じ。日に日に来る時間が早くなりすぎて、完全に朝食、下手したら朝食タイムなんで、まだ穂村さんにまだ空いてないもん。残念ながら帰ります。毎日来るって約束したのに結局1日しか来てないっていう。完全に言っちゃうから、そのさ、じゃあちょっと出かけてきます。出かけ、お出かけします。未だにこの、ちなみにですね、今この入場シーンをどうやって撮ったかっていうと、こんな感じです。こんな感じで、PYG テックの吸盤マウントを、使って GoPro の11 mini、これをマウントしております、フロントに。でこんな感じで、ちょっと出かけておきます。はい、じゃあこんな感じで、出発します。いやー、ですね、なかなかバタバタしてるんですけど、今日ちょっとなんとかここの時間を使ってですね、またコースカっていう歯医者さんがね、親戚の歯医者さんが入ってるビルあるんですけど、あそこに映画館があることに気づきましてって前からあるんですけど、あそこでワンピースレッドをこれから見に行こうと思います。ワンピースレッドなんかもう多分結構公開が、終わりに近づいてて、なんか1日1回ぐらいしか上映してないみたいなんで、もうちょっとメインのあれではなくなっちゃってるんですけど、一応なんとか今日は、まだ1回夕方の回があるみたいなんで、今から行けば間に合うってことでちょっと行って、なんとか今ワンピースね、だいたい50巻ぐらいまで読んだんですよね。だからだいたい折り返し超えたぐらい、まあまだ終わってないですけど、折り返したぐらいのところまでは来てるんで、だいぶもう世界観分かってきてるし、ハマってきてるんで、ちょっとこのまんま、この勢いでワンピースの勢いに乗じて、映画楽しめられたなと思っております。大江大学の坂なんですけど、こっから富士山がめっちゃ綺麗に見えるんですが、今日は雲がでかいですね。このどうですかね、GoPro11 mini の、内蔵マイクで、てかもう本当にダヴィンチリゾルブが完璧すぎて、あれがちょっとマイク革命すぎちゃって、もうなんか Vlog 撮影に内蔵マイクで外部マイクはいらない世界が本当に来てしまって、もう本当横須賀来てからっていうか、もうダヴィンチリゾルブが 18.1 に上がってから、基本的に内蔵マイク、あらゆるカメラの内蔵マイクだけで、 iPhone は iPhone、 GoPro は GoPro、 FX30 は FX30 の内蔵マイクだけで撮ってるんですけど、もうむしろ十分すぎるっていうか、この間もちょっとロードの、コンデンサーマイクと FX30 の内蔵マイクで、まあ FX30 の方は、ちゃんとこうノイズアイソレーションで、そのダヴィンチでノイズを軽減したり、まあエコライザーかけたりっていう調整を、一応自分の中での調整を一通りした上での音声で、ロードの方はあえての何も調整してない一番素の状態の音で、撮ってて、ちょっとそれを比較っていうのもまあ難しいところではあって、であとまあ実際に聞いてみると明らかにロードの方が音の帯域が広くて、音はめちゃくちゃいいっていうか、もうそこは一目瞭然なんですけど、ただVlog 的な YouTube の鑑賞的にした時に、もう本当に FX30 の内蔵マイクの方が音が聞きやすいみたいなコメントは本当にその通りで、そのただの内蔵マイクプラスダヴィンチの調整を組み合わせることによって、もうね、下手な外部マイクは超えてくる感じなんですよね。だからもうこれがちょっと Vlog マイク革命を、まさかの
ソフトウェアというか AI というかダヴィンチリゾルブが実現してしまったことにちょっと驚いてはいるんですけど、今日のこの音声がどのくらい取れてるのかは僕の中では結構肝ですね。普通だったらこうロードのワイヤレス号を頭につけて、撮ってるようなシーンなんですけど、まあ、マイクちょっと遠いですし、口の向きも今、真横になってるんで、本来あんまり音を取らないような状況になってて、で、エアコンのなんかこう、風の音とかも結構出ちゃってるんで、本来、今までの従来であれば確実に GoPro の内蔵マイクで撮ってると、ちょっと音が聞こえづらくて、これはやっぱりピンマイク使わないとダメかなっていう状況を作り出してはいるんですけど、もしかするとこれすら、この状況ですら内蔵マイクで撮れてしまうんじゃないかっていう、ちょっとね、なんかそういうあれがあるんで、ちょっとあえて今日は内蔵マイクだけで撮ってみましたが、いかがでしょうか。ちなみに興味ある方もいらっしゃると思うので、言及しておくと、そのダヴィンチリゾルブのノイズアイソレーションですね、音声と背景音の分離機能ですけど、僕はもう最初にちょっとこの機能をレビューした時に 25% と 100% でレビューを比較していて、まあ普段の Vlog では 25% ぐらい聞かせておけば十分かなみたいなことをレビュー動画の時には言ってましたけど、実際に僕がそれ以降 Vlog でこれ使う時には5% で今やってます。 1% とかあれってなんかもうオンにしたら 0% でも結構アイソレーションがかかるんで、もう下手したら 0% でただかけるだけでも結構背景音は分離されて音聞きやすくなるんですけど、でかつ動画に必要なこの環境音っていうのは残るんで、まあ環境音が多めの方が好きな方は 0% でもいいかなっていう気はするんですけど、まあ僕は今のところまあ自分の中でちょっと日々の Vlog の中で調整してると、まあ、トラックにかけっぱなしにするんだったら 5% ぐらいがちょうどいいかなと思って、今 5% でやってますね。まあ、3% とか 2% とか下げる方向をもうちょっと下げてもいいかなぐらいはあるんですけど、まあ、ヘア撮りとかしてる時のホワイトノイズの乗り具合が、まあ今のところ 5% が自分の中では、なんかスイートスポットが気がしているんで、まあ 5% でかけてます。さあまたコースカにやってまいりました。あれこれ違う、クルーズターミナル軍艦巡りだって。こんなところに軍艦巡りがあります。あれ下がりすぎた、あれ映画館さらに上でした。ただなんかチケットはもう今スマホで買ってしまったんで、ちょっと時間がまだ早いんで、ブラッと一席ようと思います。あ、スカジャンまた売ってる、これ見ようと思ったけど、まだまだ全然時間あるんで、せっかくだから本場ドブ板通りのスカジャン見に行こうと思います。あ、ちょっとせっかくだから寄っていきたいところを見つけました。JAC に行こう。僕が新人の時に新人研修でお世話になった電気屋さんですね。1ヶ月ぐらい新人研修で働かせてもらってたんですよね。おう、ありましたありました、JAC です。このあのウェブページ一番最初のやつ僕が作ったんじゃなかったでしたっけ。確か最初のホームページを作って、今は多分違うと思いますけど、いるのかな。なんかみんないる、すごい。今僕がお世話になったJAC の皆さん、これ完全に今なんか1時間ぐらい話し込んでしまいましたが、久々にお会いできました。じゃーん。暗いじゃ大丈夫、大丈夫です。電気も大丈夫ですけど、電化製品買うときにはぜひ JAC をよろしくお願いします。すいません、長居してしまいました。また来てください。はい、来ます。スカジャン見ようと思ってたんですけど、完全にお店で懐かし話で皆さんで盛り上がってしまって、ひたすら1時間ぐらい、話し込んでしまったら、ちょっともう上映の時間が近づいてきたんで、一旦またあそこに戻ります。そしてまた今度後日スカジャンは見に来ると思います。ということで、またコースカに戻ってまいりました。おお、ワンピースレッドやってますね。ちょっと時間あるから、じゃあここのスカジャンショップでもう一回リサーチ、もう一回ここでリサーチします。
この黒の、この黒のエースのやつがめっちゃかっこいいんですよね。でもちょっと XL でも、XXL でもちっちゃかったんですよね。これ。これはカラーのやつですけど、これだったら、裏めっちゃかっこよかったです。悔しいなぁ。なんかエースのっていうか、ワンピースのスカジャンが、ちょっとサイズ感が一番でかいやつでもなんか袖の丈がやっぱりどうしても短くてダメでした。この間も諦めずにこの間も着させてもらってまた今日も着てみたんですけど、ちょっと厳しいですね。やってまいりました、映画館。これからワンピースレッド、あれもう看板なくなってるレベル。スクリーン8です。 1,2 が一番でかいところみたいですけど、あ、なんかあそこにグッズありそうです。ワンピースレッドグッズなしです。スクリーン8、スクリーン8に向かいます。なんか特典ゲットしました。なんだこれ、お、すごい、コミックのあの表紙です。表紙なんて言うんでしょう、これが特典みたいです。いやー、ワンピースレッド最高。これは素晴らしい映画でした。ちょっとこの映画館もすごい新しくて綺麗でいい感じなんで、次はスズメの戸締まり、これ見に行きたいですね。おー素晴らしい。映画の鑑賞券を、QR コードタッチしたら駐車券無料になりました。これはますます映画館来やすいですね。じゃーん、塩をかけて食べるプリンです。これちょっともう一回開けて、塩が取り出したくて取り出しちゃったんですけど、いやこれお取り寄せプリンです。じゃじゃーん、わすご、塩が主役です。これは塩をかけて食べるプリン、また一の塩です。結局カルディに売ってなかったからわざわざネットで取り出しました、取り寄せました。これなんだろう、風雲トゲトゲ丸、謎です。塩、ここの真ん中に一応また一の塩があったんですけど、これは多分普通に使うようで、はい、じゃあこれ塩プリンをちょっと一個ずついただいてみます。これをかけて、これはなんだろう、これもかけるっぽいです。これ、はい、スプーン、このなんか塩を、あ、ここに書いてます、塩となんかそのキャラメルみたいなやつを両方かけるらしいです。これは塩の粒、これも別ですね、これとまた別口ですね。これ多分普通に使う塩で、これがいまいちよくわからんです。リンゴ剥いてあるよ、はい、これを開けてみると、これリンゴ蜜があったのよ。これすごい、コンペ、塩コンペイ糖だって。塩コンペイ糖です。これは今日いいや。これはじゃあちょっと後日のお楽しみにして、この感じの塩プリン、これいただいてみようと思います。ラベルにはソルト、リンゴめっちゃハマってんけど、リンゴどうですか？さっきのうまいよのコメントください。カメラ向けると喋れなくなる問題。ちょっと塩プリン、さっきからあのルカオさんにもらったリンゴが美味しい美味しいって言ってたんですけど、でちょっとこれをしまって、スーパーで買うリンゴと全然違う。はい、そりゃそうでしょう、全然違うでしょ、全然違う。はい、ちょっと塩プリンいただきます。じゃあまずはこの蜜を、おお、これを全部投入して、でその上に塩、じゃあこれを、お、あ、結構溶けた、ちょっと少量だけですね、めっちゃ少量ですけど塩が入ってました。甘みが出るんじゃないのね。じゃあこれでちょっといただいてみます。それはどこです
それはあれだ、玄関の置いてくれ、捨てる。おお、持ってくる。おお、これうまいよ。うん。うん。うまい。めっちゃプリンが滑らかです。うん。カロリーあるみたいな。うん。うまい。あ、塩いいね。うまいね。Yeah, such a clap.And I start to clap, 'cause I'm feeling